ありがとうございますで携帯のさ角度をさうん間違えたね絶対可愛い子発見ありがとうはじ、うん、めましてってはじめましてじゃない方がいるありがとう可愛い子発見ありがとう棚がムズムズする あサッカー見たサッカー見たサッカー見たサッカー見ましたこれパンダパンダありがとうパンダの肉まんみたいなのありがとうクマの肉まんみたいなのありがとうねおはるちゃんってありがとうおはるちゃんです うさびてありがとう。はじめましてって。あこれははじめましてかな。はあ、はじめまして。はじめましてか。うん、なんか。会ったことあるような、ないような。ありがとうございます。おはよう。おはようございます。おお、猫、猫鍋だ。おはるちゅんですって、おはるちゅんです。来てくださってありがとう。 おはよあとでメールを送信しますねってありがとう昨日の公演楽しかったよ立ち見の最善でオレンジ振ってたのを見れたって <laughs> ねえ見つけたねえ見つけましたよやっとやっとねあのうんやっとだやっとねえ見つけた見つけたあの あそこでしょあのさ私のあの斜め斜め、まあ、なんて言えばいいんだろうえー、番号で言うなら座席の番号で言うならあダメかこれはダメだ <laughs> あこれは特定されそうだほかの方にも <laughs> あのすごいあのあのなんだろう カメラの近くな、ななんて、なんだろううん。なんだろうね。うん。見つけた。ね番、番号で番号で <laughs> 番号で言ったら他の方にもさあれ広まっちゃうわ。ねブぶさびトありがとう。おはようございますっておはよう。ねおはようです。おはよう。ねブぶさびトありがとう。 あ、鍋の猫ありがとう。鍋猫。ありがとうございます。可愛い子発見ってありがとう。可愛い子発見ありがとう。ドキッて。えねえこれ来たことありますかねなんかありそうな。ねえ、ぶざってありがとう。 はいはい、ありがとう。はじめましておはるちゅんちゅんあおはるちゅんちゃんって全然はじめましてじゃない、ね。来てくれてありがとう。ふざけてありがとう。ついに劇場でも時娘買えるんだねってあそうなんですよ。でね買う,買うとあれなんですよ。3期生の生写真がついてくるんですよ。サイン入り。 皆さんどうですか11分の1ですよこれは推しが当たる確率が高くない,高くないですかハッシュタグはるか俺だれすくれって <laughs> ねありがとうねえあのあれしましあれだよあの最近さなんかハッシュタグの見方も分かってきてさあの。 最近あの「やふって」てってさ見つけられるようになったねっやふったらね見つけられたみんなの投稿頑張ってる今リアルタイムで最高列まで見,れ見えるって本当なんだってほ本当ですよ全然あのデマじゃない劇場は最高列まで見れますね ウザビトありがとう。ピンク黄色でごめんなさいねってあ全然大丈夫全然立ちみかなってちっ立ち見だね。ふザびっありがとう。無限格闘たたき券ボクちュんも欲しいんだって。えー、でもね私はねあのげてもやらないタイプかも。<laughs> おはよう。おはようございます。かわいいありがとう。 はい。ありがとうございます。沼にはまりに来ましたって。ありがとうありがとうございます。おはよう。ちょっとさ、ねえ、なんか配信の位置が、カメラの位置がさ、絶対違うね。ねえ、仕事行ってきます。バイバイって。ありがとう。お仕事頑張ってね。 ザビートありがとう。かわい子発見ありがとう。はるちゃんおはようおはよう。2日ぶりはるちゃんの配信時間歌いが合わなかったから会いたかったよって私も会いたかったです。ありがとう。ね劇場には行きましたかあの新潟じゃなくて。おはよう。ちんちゃんおはようっておはよう。仕事行ってきまして。いってらっしゃい。 ハルチュン自引きできたよって。おありがとうね嬉しい。ね私もね、持ってるんですよ、生写真。じゃお揃いだね。お揃い界隈ですよ、これは。七あ、9周年のクモ、ありがとうございます。もう100回目かって。ねもう、もう100回目。あ、100回来てくれたん嬉しいね。時娘の生写真、ハルチュンだったよって。え、嬉しい。 ありがとうはるちゃんの生写真が出るまで仕入れ続けますきりってあ昨日あの前買ったまだ買ってないのかな、ね、それは嬉しいですねぜひぜひはるちゃんがはるちゃんを当ててみてください、えー、あ猫の鍋ありがとう米って55んだろうこれ5何だろうこれは 何とかぐらい今朝のはるちゃんお天気はるちゃんは多分曇り曇りのうち雨かな多分わかんないですちょっと待って天気見るの忘れてた <laughs> おはよう何の回ってあな,なんだろうなんか星星を見つけられないね昨日めっちゃ楽しかったありがとうでこちらこそですね 1>, 1曲目から見つけられてさ私反対側にいたのにすごく楽しかったですうん <laughs> 昨日の公演「上手の立ち身」だったってあそうなのえじゃああの方かなえじゃあ私分かったわ見つけたわねいやあの方だよねそうだ 神んの立ち見あ、そうだねあれ、あれだそうだ、見つけてた <laughs> なんかすごい一人で突っ込んでるみたいね、おはよう最高の神石だった見つけてくれてありがとってこちらこそです、またあの、また会おうね昨日の公演お疲れ様でした楽しかったって私も楽しかったです 腰投げで目が覚めてきたって、あ、本当。ね。よかった、よかった。でも眠いですね、まだ。寒いね、今日寒い。ずっと。<laughs> 昨日来れなかったから、寂しかったよって。あ、本当に。ね。でも、今日来てくれてありがとう。<laughs> 嬉しいですね。 今回、席運はあ、席悪かった。ああ、でもね、あのー、下手、下手側だったよね。下手側だったけども、ああ、でも、ね、言っちゃダメか。やばい。やばい。特定されそう。やばい。あのー、でも私はね、あのー、あのー、いろんな、いろんな楽曲で、 下手にも上手にも真ん中にもあの散らばっていくじゃないですかだからね私は見つけられたのでねうんよかったです私はねうんで次来てくれる時はじゃあ12番を目指して頑張りましょうねす12番12番,12番だよね 昨日もハルチュンのおかげで楽しかったって。え、本当にそれは嬉しいね。ねえ、あの、私はね、自分のファンの方だけでなく、他のファンの方にも楽しんでもらおうと、いろんな楽曲で目を合わせに行くことを頑張ったのですが、やっぱりね、あの、なんかね、みんな、あの、推しの方向いてるね。<laughs> みんなファンの,あの,ファンの方はあの自分の応援してるこの方しかあんまり向かないらしくあんまり目が合わなかったはるちゃんだからどこ向いていいか分かんなくなってきた靴 <laughs> の特定に劇場の舞台に上がる機会あったけど見渡したら意外と立ち見の方までよく見えてびっくりってえそうなんだよそう見えるんだよ本当に。 ね「おはよう」「南川遥香さんの時娘生写真引きました」「すいすいも引いたちゅんってあこれは千葉の2人組をね2人組をねあの応援してくださいねまあ、こっちが出るから見に行くよってうましいやろって羨うましすぎる私も連れてって「バザービートありがとうお,おはよう仕事行ってきます」って言ってらっしゃい ありがとお米の単位は5とあ5あ3号とかねあそれは分かるんよそうそうそうおはよう可愛いく発見ありがとう確かに俺もはるかちゃんしか見てなかったってあまさかのそれは嬉しいねそれは嬉しいなねはるかちゃんもあ、はるかちゃんもねみんなみんなをね見るようにねあの みんなと目を合わせるように頑張ったんだよはるかちゃんも仕事に行ってきますまたねってまた来てねありがとうえかわいい子発見ってありがとうはるちゃんのレスは分かりやすくてよきってあ本当にえ私あのねあんまりあのレスとかねあんまりね得意じゃないのでねすごいそう言っていただけて嬉しいですね、うん 僕ははるかちゃんしか見てないから他の子のレース取りこぼしてるかもっていやあのー、昨日も見えてましたペンライトの色を変える瞬間を <laughs> 昨日も何かあのー、見えちゃってましたねはるちゃんが目の前にいるにもかかわらずなんか違う色を出していたのを見てしまいましたねえ ね、かわいい子発見ありがとう。<laughs> おはよう。違うカラーのペンライト持ってるとレスモラーナが申し訳ないのよって。あーあそうなのかなでもね意外とねみんなねあの、私あの、違う方のペンライトのあの、目の前にいる方をレスするんですけど違う色でも。でもね意外とねみんなあの、微笑んではくれる。あの、笑ってはくれるけど あのー、ねっすぐファンの方のところに行くあファンのファンの方じゃない推しの方を見ちゃうねで、ね「パンダありがとうございます嬉しいパンダありがとう」「ハイチュん見てる間に推しからのレスを取りこぼしてる軽オタクです」って <laughs>。 確かに、ね。昨日はね、なんか、いい位置にいましたね。私の目の前という。私の目の前にいるし、推しの、あの、あなたの推しの目の前にもいるという、最高の立ち位置だったね、昨日。立ち位置じゃないな。最高の座り位置だったね。くじ運が。はっちゃん、サッカー見てる昨日、日本勝ったって。ね、昨日すごいね。なんかさ、ね、後半、 後半さすごい！追い上げがすごかったねえ。キムカル丼食べながら見てたよ。昨日可愛い子発見ありがとう。昨日のオレンジサイリウム見つけてくれましたか？って見つけました。見つけた見つけた。ありがとう。本当に。ね、ちゃんと見つけたよ。ちょっと楽しませてよ。<laughs> でもね。あのうん。でも全然あの一途っていうことは知ってるのでね。 だから全然大丈夫公園ではね違う色振っててもやっぱり一途なんですよねうん「ちゅのお誕生日まであと10日」そして「僕の誕生日まではあ,あと5日」ってねあと5日だねそうね私10日なんだね早いねペンライトの色変えるの見つかるみたいだねってあ見つけられますね結構「可愛い子発見ありがとう」 MC いっぱいお話ししてよかったです」って「えありがとうユニットの時にペンライト変えるのをご勘かんべよ」って「あユニットの時は全然大丈夫」うん「僕は生春ちゃん見てみたいよ」ってねあの会える時に会いましょう「おはよう可愛いく発見ありがとうおはようみんな歌がうまくなってきたってあ本当？でもね私あれなんだよねあの スタッフさんにも褒められたし先輩方にも褒められてすごく嬉しいです。うん、ねえうまくなってきたんです。ねあのどうやって歌おうかを今研究してるのでね歌うまくなりたいんでね私はだから頑張って勉強あの研究してるのであ,のあとちょっと待っててください私が歌うまくなるまで。 ね、昨日座席険けしかったなんでだ可愛い子発見ありがとう南香みかはるかですペンライターありがとうございます自分は基本はるちゃんは見てますが近くに来てくれたメンバーも見るようにはしていますってえそうえありがとうねお許し来たってあそんなに許してないあのー、昨日のお見送りの時はちょっとあんまりあのびっくりしちゃったけど あれあの私がいるにもかかわらずあれ違う子に挨拶しちゃってあれ私あれ私はって私も話したかったんだけどねえまさかの違う子に話しかけちゃうとは思いませんでしたねいつ話してくれるの私には「ねえおはようありがとう」。 ね、昨日すごかったねすごい、ね、めっちゃいい試合だったね得点決めたの途中交代の選手イヤモンってえすごいねすごい、ね、サッカーのことさオフサイドとかさそこら辺しか知らないけどさルールあのー、結構ねあのいい試合したんだなって思いますねおはよう DMM の画面の前でみかん食べてたのを見つけて、見つけたって…見つけた。あのね、DMM のカメラにもね、レスしてね、その奥まで見れたのでね、皆さんが何してるかちょっと想像できるよね。ハートありがとうございます。キュンです。パンダありがとう。ありがとうございます。ねおはようっておはよう。来てくれてありがとう。 はいちゃん昨日の最前列から見て可愛さに釘付けだったよってえありがとうねありがとう昨日マシ来てたんだっけってあそれはどこ情報かなそれはあれかな言っていい情報だっけだねえ 何だろうあのー、先輩方があれ言ってるのかなそれってで可愛い子発見ありがとうございます昨日の声最善で見れてありがとうございましたってこちらこそですありがとう昨日はしもさんが劇場に来てたいつものメガネしてたってあ,っあじゃあこれはそうなのかな先輩たちが言ってたんかな 全体曲は「オレンジオレンジしか振らない主義です」って <laughs>、ね。でありがとう嬉しい昨日ははるちゃんも公演前にロビーでお米売ってたのっていや昨日はハルチュンはるちゃんはあのちょっと時間なくて売りに行けなかった、ね、私も売りに行きたかったんだけどリハーサルの時間でしてさ、ね、リハーサルの音って流れてんのかな外に聞こえるのかな、ね、ちょっと売りに行けなかったんですよね よし荷物届いたら、はるちゃんに負けないように人からで鍛えてこようって。ええー、私も鍛えてこよう。チュン姫の歌声いいちゅうよねって。え、ありがとうえ、歌声褒められたことないからさあんまり。え、嬉しいの。ありがとうございます。歌下手なのになんか褒め,褒められるとは思いませんでした <laughs>。特殊能力になって。あ、そうなんだよね。

のもっちゃない推しですがもっちゃんかなはるちゃんに釣られかけましたってあーお惜しかったのかね、あの昨日あの見つけました多分あの方だよねねいや、推しいね、あのちょっとつ,つれあのちょっと頑張って釣ってみようかなって頑張ったんだけどね、惜しかったのか <laughs> おはようございます オフサイドだけでも知ってたらすごいよオフサイド難しいあオフサイドって難しいのえあのさ私さあれなんだよねあの稲妻イレブンのさあのゲームとかアニメとかでさなんかわかんないけどさオフサイドを覚えましていつの間にかに、ね、いろんなサッカーのルールを覚え,覚えられたね稲妻イレブンさんのおかげですね私は。 ハイチェンのチャンネル、と超能力ネタ受けるって <laughs>。で、定点カメラにもレッスくれたちゅんかってで。たまに、たまにね、見つけられた。あ、たまに見た、たまに。なんかね、定点カメラって、あそこで本当に合ってるのかがわからないんですよね、私。 あの見えねあっちょっと待って、ね、それはちょっとあのバレるまで言いたくなかったちょっとあのー、あんまりあの,あ,のあんまりあのバレてない気がする <laughs> あのさりげなく間違えてた気がするちょっとあたふたしたんだけどねあ本人情報あそうなんだえならよかった面白い子はっけってありがとう。 ブサビーありがとう可愛い子発見ありがとうおはようみんなおはよう立ち見席にいると休憩中に横を通るからメンバー分かるんだよってあそうなのあリハの声って聞こえるのなるほどああえじゃあ MC とかも聞こえてた ?MC のちょっと練習みたいななんかこれであの仕切りは誰でみたいな やってたんだけど、それも聞こえるのかなマイクの音。ね、おはるちゅんです。ルビーで売り子。あ、あ、昨日はね特別にしてたんですよね。今後はわかんないですね。今日夜配信しようかと思いますね。21時から。しようかなって思ってます。あ、おはよう。ラーメン南さんおはよう。<laughs> おはようございます。 はるちゃんのお天気コーナーねまだや,や,やってないんだよねなんかねあの見るの忘れてた天気予報多分あの曇りのうち雨かなわかんないです雨降りそうおはようございます仕事行ってきますいってらっしゃいお仕事頑張ってねはるかちゃん MC も上手わかんない なんだろう「パフォーマンスも歌もよくて可愛くてとてもおしがいがあります」って「えありがとう」ね「う嬉しいね」「防災のポジションにいてもボールに触る意思がないと見なされると取られない」とか出てきたからって「超 <laughs> 次元サッカーでルール覚えたのね」ってあそうなのよねいつの間にか覚えてた。 あと姉がサッカーやっててちょっとサッカーやってたのでそれであのよく一緒にね日本日本代表とかねいろんなあのワールドカップとかいろんなねサッカーの試合を見てたというのもありますねね昨日は最後体力やばそうでしたね春ちゃっていやそんなにです昨日は昨日はあの全然だった 可愛すぎる子発見ってありがとう21時間配信ね了解ってありがとうございますそう21時くらいタイミングかな受付時間早いとリハかなって感じで漏れてくるって多分そうだねそうかもうんねちょっとまたちょっと待って喉乾いた。 美味しいし今日ミルクティーのホットなやつママチューンが用意してくれた、ね「手紙はまだ届いてないみたいね」って「いつ届くのかな」ってあそうなんですよまだ届いてなくて皆さんからのお花とかなんかあのは届くんですけどお花についてあるメッセージカードみたいなのものもついてくるんですけど ねえ手紙とかはまだ見たいですねで早く読みたい <laughs> ねめっちゃ適当ってうん適当うん多分この天気じゃないかなっていう予想ですね「大阪晴れ適当だけど」ってあてそれ適当なんだ そう姉ちゃんサッカー経験者なんだってあそうなんですよね私の家族いろいろと経験してるかもしれないあの家族全員で合わせるとテニス野球サッカーバスケあとなんだっけなんだっけソフトボールあとなんだっけなねなんかいろんなのね やっててさそれでさ、ルールを知っていくんですよねどんどんで、家族のおかげでいろんなスポーツのルールを覚えられるようになったけどさ、テニスさあんまり見たことないんだよね、うん、テニスってさ、オリンピックでもさ夜中にやってるイメージ ね、夜中にやってるイメージなんだよねすぐにでもまた公園に入りたいってねぜひぜひまたねまた来てねまた来てくれると嬉しいな新潟雨なのねって分かんない分かんないですあの雨降ってるのかも分かんない多分降ってないミルクティーおしゃれやねってそうおしゃれおしゃれでしょそう南川係スポーツ一家やねって 意外とねそう意外とねそうかもしれぬでもねあのバレーボールね誰もやったことないんですけど私バレーボール見るの好きでさあのあの友達がねバレーボール好きであの友達とねあの中学校の友達とねあ中学校の友達だった子違う、うん、今の親友あの親友とね <laughs> そうあの親友のねあの親友と一緒にあのバレーボールを見ながら実況してた時があったの、ね、よ。えこれ何これ鍋鍋ありがとうおはようサッカー勝ったから雨でも晴れでもいいやんって確かに昨日の試合はすごかった。 昨日は劇場公演最前列でありがとうございますあ,ありがとうおにぎりのか,かぶり物にレッスンありがとうってねえまたまたありがとうねあのおにぎりすごいさ見つけやすいですね AKB は手紙出した当日本人に渡るけど NGT はかなり時間かかるよねって多分なんか確認してるんだと思いますねバスケ 妹バスケ姉はサッカーテニス野球スポーツ一家あ私バスケじゃないバスケだけじゃないんだよねバスケとソフトボールなんですよねとあとねあのー、バレーボールもよくねやってたバレーボールもあの部活とかではないけどバレーボールは休み時間毎日のようにやってた 休み時間と授業の時間とかでねだから意外とバレーボールもできる気がする分かんないあ昨日私誕生日でしたってあありがとうまた来てくれて嬉しいありがとうねあ可愛い,い子発見手言ってありがとう小さい頃の夢ぶれずに実現させるはるちゃんすごいねってあそうなんですよね私さあれなんだよね あのー、私あれなんだよなんかねそう幼稚園からアイドルになりたいって言っててでもさ将来の夢聞かれるじゃん幼稚園とか小学校とかその時はあのアイドルって言えなくてあ幼稚園の時は言え,言えたんですけど小学校ってなるとさ夢がアイドルっていう子がいなくてだからねあの保育士とか。 あとバスケやってたのでバスケットボール選手とかいろんなことをね書いてたんですけどそうあのずっとね夢はアイドルだったんですよね、うん、群馬来たお誕生日の人がいるね」ってそうお誕生日の方が昨日いたんですよね「仕事行ってくるね今日もいい一日にしような」ってありがとう お仕事頑張ってね。ね今日も良い一日になりますように今年中にはもう一公演入りたいってああねえぜひぜひねあの12月4日あるかなあるかな中学校からそう中学からのあ小学校あっ違う違う中学校からの友達だった。ね 職場に着いてあちーちゃんまたねってまた来てねありがとう今の親友って昔の親友もいるちゅんかっていやいないねあのずっと親友だけどそう私がね引っ越してもあれなんですよライブとか見に来てくれるんですよすごい優しい親友親友3人いてあの4人組なんですよねはるちゅんの友達 おはようございます。可愛いく発見ありがとう。そう、時間かかりますね。そう、かかっていますね。おはよう。ねバレーとソフトボールも書いてやるねって <laughs>。ねでも最近ゴルフもやってみたくてさ。なんかゴルフ楽しそう。ぜひゴルフできる方教えてください。ボードボール。 あポートボールあやったことあるじゃんかってなんか聞いたことあるなんかさルール忘れたけどさやったことある気がする授業とかでなんかさそういうのやったことある気がするあ野球のルールわかりますよ、うん、影響を受けたアイドルは誰ですかってえっとねへえ最初幼稚園の時に柏木 柏木由紀さんにはまりましてでアイドルを応援してたんですよ AKB さんで乃木坂さんになってえい生駒里奈さんかな本格的にアイドルになりたいって思ったの生駒りなさんかもの制服のマネキンぐらいでなんか「すごい!」って思ったで「ぐるぐるカーテン」とかも当時見てたんですけど 1> 小1ぐらい小1小2ぐらい小1かなぐるぐるカーテンとかねいろいろとね見てたんですけど制服のマネキンでいきなりなんかなんかあって来たねなんかなんでだろうね何で,でも頂点に立つ人最後まで諦めなかった人って いや諦めずに頑張ります、ね、サッカー何が起こるかわかんないよねえでもねサッカーじゃなくてもねあのスポーツどれでもそうかもしれんおはよう,そうバレーボールでスパイクサーブレシーブブロックかなねブロックかなこれってえー、どれがかっこいいと思い、ま、思うってえー スパイクもそうだしえブロックでさボバーンでさああの跳ね返してさ手先埋めるのもすごいかっこいいよねブロックか分かんないけどで全部かっこいいよほんとに「沼、うん、にはまりに行きました」ってありがとう、ね「夢がアイドル」って言うと男子とかにからかわれそう 小学生だとって。そうなんよね。それが怖くて、言えなかったんよね。ね、はるちゃんの誕生日当日は十二月四日あるといいねって、ね、そうなんですよ。あるといいなって思ってます。ソフトボールはポジションはどこって、サードっぽいはるちゃん。はるちゃんサードっぽい。はるちゃんね、あのね。あの外野はね、あの全部ね、やってて。 あとね、セカンドかなセカンドの練習とか、なんかいろんなことやってたね。おはよう、セカンドやってたね。僕ちんも4人組の中に入りたいちゅんって。え、4人組に入るのいいけど、あの、電話めっちゃするけど大丈夫そう。あのね、休みの日あれば電話ばっかりしてて、あの、最高の電話時間がね、あれなんですよ。48八時間だった気がする。 ね、あの時ゴールデンウィークの時かななんかねすごい休みの日があってさ、ね、48時間ぐらいしてた2日3日ぐらい3日突入したっけな忘れたけどそう電話できるんなら全然入れる気がするねブザビートありがとう」 ラグビーもやってみましょうって。ね、ラグビーの試合とかもね、見て、見てましたね。見ましたね、そういえば。えー、ミハルチちンんどっちかなチュンあ、チュンになってね。ゴルフできるから習ってみたらって。確かに。あ、そうだね。ね、ゴルフやってみたい。うん。乃木なら制服のマネキンが一番好きだなって。わかるわかる わかります一緒そう制服のマネキンがやっぱり一番好きでもね最近ね「強がるつぼみ」とかもねめっちゃね聞くようになったしあとねえ日常とかもいいじゃん日常とかもいいしへえ<ー>優しさとはとかも好きうん ゆきりんあそう「ゆきりんさんきっかけ」そうとか「俺と同じ」だったあ一緒なんだね嬉しいしい生はパパは新潟大学の OB これ豆なってあ豆知識ありがとう <laughs> 八千代コースターにたまに南川さんという人が出るよそうなん南川さん芸人さんの方かな ぐぐるぐるカーテンは昨日のリリカちゃんの MC みたいって確かにねカーテン今でもするらしいですよね,ねちょっと一緒にカーテンぐるぐるしたいなや可いい子発見ありがとうこれから仕事だからあんまり見れないけどねってありがとう来てくれてそれでもありがとうトーナメント戦は特にね結構 すごい破裂波乱が起きますね「<laughs> NST の土曜の午前は新潟のローカル番組が続くね」ってあねえ私さどれがローカル番組か分かんないんですよねなんかテレビ見ないからさ全然 <laughs> 配給見てれば我々は分かりやすいって確かに配給 見ててます、そうコマちゃんなの,のってできり白島絵かなって思ったってあ、私ねあのー、私ショートカットの子に惚れることが多くてさショートカットというかあのー、ボブというか髪短い子に惚れることが多くてさあの昔は今はなんか綺麗系の方とかなんか不思議な子を応援したくなるんですけど性,、あのー、性格が「パンダありがとう」 ありがとうございます、ね、当時はすごいショートカットとかあのボブの子好きだったんですよねじゃあまた寝てまた来てねありがとうそうゆきちゃんも12月4日ですよ48時間は大草原って <laughs> 寝なかったの48時間っていや寝ましたよ寝る寝るよ,寝る寝るよ寝る寝る寝ます寝ます あのでも寝るけどあれですあのミュ,ミュートにしてるミュートにして寝る寝たりお出かけする時もかけっぱなしで電話してるあのかけっぱなし 11, 月あ11時15分からミラモンこれで不正事にならないはずって。 あ、お風呂とかはミュートにしてた。でもみんな被らないで、あの、やってたね。48時間とか恐怖電話やって。そうそう。え、恐怖電話待って。そうそうじゃない。可愛い子はっきりありがとう。あらかじめ語られるロマンスは好きだったな。あ、好きだなって。君の泣きボーでのぎざ好きになったって、ね。いい曲だよね。一緒にラ,ブあラグビー見に行こうなって。ラグビー見たい。え、ね、いいね、いいね。見に行きたい。 もいいね「<laughs> ドーブザブルー」もなかなかいい曲だよ確かに「春じん」は咲く頃あーいいね登山しの決めとト4番目の光もお気に入りでああ4番目の光か私は3番目の風かなで、ね、大園桃子さんが好きだった 好きなのでね。可愛い子が発見ってありがとう。ありがとうございます。南川はるかです。そろっとお仕事の準備でドローンするちゅんねって。また夜配信でチューンってありがとう。ありがとうございます。で、5期生まで加入したね。ってそうですね。いつの間にかご期生さん入ってたね。おはチュンっておはるちゃんです。 来年になるとワールドベースボールクラシックあるよって略して WBC ってはあ略さないで言うとそうなるのか初めて知ったね沼にはまりに来ましたってありがとうあだから萌ちゃんはうんだから萌ちゃんなのか NGT はってどういうことだ何が萌ちゃんなのかな何だろう 今の発言だとルアシュも不思議ちゃんになるんじゃってえっルアシュ不思議ちゃんなんでなんでかなでおはようおはようございます来てくださってありがとうあ萌ちゃんってあ萌ちゃんってあのー、もっちゃんじゃなくて高倉萌えかさんのこと あお腹なっちゃったる <laughs> 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 高倉真由加さんのことかえなもっちゃんがどうしたって思ったあそうそうですそうそう,そう高倉真由かさんそう不思議系のあのボブでめっちゃ私にあの私ドハマりしちゃいましたねガチオタになってしまいました。 足田真中さんも好きでしたたねね好きだった、ね、でも私鈴本美悠さんのあの鈴本美優さんあのお披露目されてあの写真が出たじゃないですかあの鳥居坂から欅坂に変わりましたっていうあのからねあの見てたんですけどその時になんか鈴本美悠さんの顔に惚れてしまいまして。 応援してたらなんかパフォーマンスもめっちゃかっこよくてドハマりしましたね不思議ちゃんと言ったら花江ちゃんあっ3期の推しとか決めたことなかったなねえ松戸のコンサート来てくれたそう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 ね来年来 誕生日が来ても15歳だねってリリカちゃんね若すぎる「ロマンスのスタート」と「ガールズルール」と「太陽ノック」好きってねなんかいい曲すぎるもう全部いいね「桜坂さみだれよ」あわかるうん何が好きかなこれ「日向坂だこだと」 僕なんかとか、どれみそらしども好きだなって、ああいいねなんかみんな、うんなんかさすごいお腹空いてきたやばい、マーカーさんのことだったのね、やばいいつの間にか四十八分だ、ねもっちゃんかと思ってさえな,なんだもっちゃんってもっちゃん 何の話してるんだろうと思ったら高倉萌歌さんの萌えちゃんね「南川遥さんのロングヘア大好きです」ってありがとうございますね私はねあの可愛い系じゃなくて綺麗系を目指してるのででね今「あご飯できたよ」って言われた。 かかわもさんもセンター仲間やってるよねって確かにねやってますね、うん、昨夜は泣き晴らしてましたってどうしたの大丈夫どうしたのなんかありました、ね、おかっぱちゃんボブの不思議ちゃんの代名詞だったねってそうそう ももっっっちちちゃゃゃんんだともっちゃんになっちゃうのかってそうそうなんよね意外とガチオタなんだねってあ意外とあの意外とというかなんか握手会とかねめっちゃ行ってましたねあの小学生の頃から行ってたでね小学校小学校の時に行ってでも怖くあの善悪は小学校の,あの結構 ね、あの言ってたんですけど小悪はあの小学校6年生から行くようになりましたね小悪ちょっと怖かったんですよねなんかなんか分かんないけど怖かったの小悪 <laughs> 個別悪しかなんか怖くて小学校6年生から行くようになりましたね初めは栗太郎だったねってそう栗太郎からスズモンとか。 なんかね変わったね井口真央さんと志田真中さんが坂道シリーズの新潟県だよってねそうそうそう s k だと田辺美月さんってあそうなんですかねそうなんだおはよう おはようございます朝ごはん何かなってなんだろうね朝ごはんなんだと思うね、今日はご飯かなおいしいあーやばいママちゃんさっき食べてるチュンよって言われたえ、まっ て,てよーあとちょっとじゃん <laughs> 待っててよーだよねえあだ名かぶっちゃうよねやっぱりでもはるちゃんってあんまりいなくないですか「時キムがたけたよたらことたらことあたらこか!」。 たらこと味噌汁で食べようっとってえいいねえ <laughs> マックスみのもり運動公園友達で言いましょうあ待って違う <laughs> 待って運動公園って言っちゃったよみのみどりと森の運動公園でよみどもりで言ったのにさ運動公園ってなやばいやばいマックスみのもり友達で言いましょう ねマックスのねセンターめっちゃ良かったね全部よかったんだけど不協和音はケーキ坂不協和音はだろうねパンダありがとうクマもありがとう肉まんかなあ猫の鍋ありがとう猫鍋ありがとうございます桜の ね、ノーバディーズホル。有名だよね。へえ。あ、待ってますって言われた。あ、待っててくれた。寝坊したって。あ、全然大丈夫。うん、来てくれてありがとう。48グループだけのファン歴なら私の負けですって。あ、私かな。私私との勝負これ。 はいちゃんもオタクの気持ち理解できる人なんだねってあそうですねできますね全然あミニモエカ見たことある公演衣装着た子供のファンって見たことないんだよねね見たことないのよね見てみたかったけどねお腹空すいたらしょうがない <laughs> 確かにね 空腹空腹の方が勝ってるかも「春忠待つ」より「ねおはようみんな来てくれてありがとう」「はるぴょんならいる」ってあ確かにあー中川遥さんに「名前も顔も似てると言われたことありませんか」って名前はありますねでも顔はとあのー、顔はあのー、たまーに言われる。 なんかうん、でもね顔似てるかなってなんか私そんなに可愛くないなって思った、うん、ハルゴンさん「可愛い子発見ありがとう」ねジャカルタに移籍したら急に人気出たよねで移籍する前も私好きだったんだよね 命は美しいでハマりましたってああいい曲だよねうんでもダンスがね難しそうって思ったのダンスが難しそうって思ったんだけどなんかもっと難しいイン,フルエンインフルエンサーが出てきたからねあバレッタなの最初買ったのへえ私なんだろう私乃木坂さんで何買ったんだっけな あ私もインドネシアに行くしかえー、やばいまだまだ新潟にいたいんだけどな <laughs> 私私新潟にまだいたいんだけどな昨日は深い話のメールありがとうって何の話かな深い話昨日ねよ4つ送れてねメールすごいね楽しかったウキウキしてたの。 ね、時間がさすごいさあのー、配信できなくなってしまってじゃあメール頑張ろうって思ってねそしたら4つ遅れちゃったでもごめんねちょっと間間があんまり空いてなかったかも顔の系統と言われるのは七味パイセン系でしょって私でもねいろんな方のねあの名前を出してもらえるのでね 私わかんんないんですよねあ、ちょっと待って、ランキング読むわ。57分だ。やばい。ランキング読みます。1 3位からいきます。10歳、ルディエカチュン。ありがとうございます。12位、マチョチュン。ありがとうございます。11位、チーボーチュン。ありがとうございます。10位、南川みかごーチュン。ありがとうございます。9位、ボンチュン。ありがとうございます。 八位ビールバラチュンありがとうございます七位酒井秀一チュンありがとうございます六位七五六チュンありがとうございます五位ジェイソンチュンありがとうございます四位はるチュンありがとうございます三位りょうチュンありがとうございます二位ケンジチュンありがとうございますそして第一位はトルルルルルルルン よしっちゃんです。ありがとうございます。ありがちゅんってありがとう。こちらこそです。本当にいつもありがとう。ぶざびてありがとう。パルルハルゴンコミハルシマハルハっちゃん。はるかをはるか多かったね意外とって。ね多分調べたらもっといそう。初めましてってありがとう。初めまして。南川はるかと申します。 来てくださってありがとう。今日の新潟は雨降りやすいみたいってあそうなん。教えてくれてありがとう。じゃあ傘持ってであの歩かないと。シンクロにしても降り難しいよね確かに。配信ありがとうってこちらこそです。また来てね。夜配信できると思うので9時から。なのでぜひ来てください。よしよろしければ。 皆さんありがとう。お仕事頑張ってね。可愛い子発見ありがとう。あ、おしゃべり会は受付中だっけ待って、今日までだっけ今日だっけね、おやすみなさいって、あに、寝るのおやすみ。またね。待って、おしゃべり会って今日まで違ういや、違うか。え、昨日までだっけ あ、21時って、あ、そう,そうそうそう、21時。そう、からやる予定ですので。いってらっしゃいって、ありがとう。あ、受付だよね、やっぱり。で、おしゃべり会も待ってる、待ってます。ぜひよろしければ。はるちゃんとお話ししましょう。ね、ありがとう。またねー。14時まで。